のみんなに見ていただきたいなって。ちょっとじゃあ行きますよ。じゃあ何このルームツアーみたいのね、ルームツアーみたいのやるわ。あ、なんとね、ここ見えてないよね。なんとここに洞窟みたいなのがあるんですね。これおしゃれ。見えてないよね。なんかわからないけど導かれるままに進みます。あ、すごいですね。あ、なんかおしゃれなお家なのかなと思って入ってみると、炭鉱に続く道とは別に美しい階段がありますね。では登ってみましょうか。それではお目見えします。3、2、1、ドーン。おー、うわー、あ、寝なきゃ。タイミングが悪いんだが、それではもう一度、ドーン、ドドドーン。見てくださいよ、この家。見えますか、皆さん、これ。ドド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 ドーン。どうよ、このオシャンティーな家は。見てみんな、これ。オシャンティーすぎないか、これ。どう？いや、みこね、憧れてたんだよな、こんなマイホーム。すっごーい。かわいいでしょ、みこの家。オシャンティー、オシャンティー。オシャンティーすぎんか？すごいでしょー。もうちょっと今、ホロサバで一番おしゃれなんじゃないの。はい。ということで、ここがミコの新しい我が家になっております。ちょっと中の内装はまだ終わってないんですけれども。誰が作ったの？ミコって言ってんだ！なんかもう立派。もうここの辺もうちょっと綺麗にしたいんだよな。みこ、今回の前からのテーマはね、もう本当に ID のみんな、みたいな感じでね、おしゃれなね、マイクラにしたいんだよな。おしゃれっていうか、ちゃんと凝ったマイクラにしてんだよ、みこ、今年というか、今回のね、ホロ様、新ホロ様はね。結構多かった。ちなみにあれの誰の家？誰の家？ちょっと見てみる？ムーナとかかな、なんか。ムーナちゃんとか、ああいう建築得意なイメージあるけど。ねえ。ねえ。わからない。これ誰の？あ、ミコっちだって。え？てかミコちゃんの家？うわぁ！いいね。おしゃれ。あれ？すごい、あれ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 、すごくない？ねえ、家建っててさ、あれ？この家ってなって、そう、あの家に思わず近づいたの。え、 ID の人かなみたいな。 ID の人の家できてるって思って、誰の家だろうって近づいたの。え、したらですね、なんとミコ姉さんがいて、あ、こよー見てマイホームって言われて、え、すごー、えー